疲れ様です。おお米沢。にしてもひでえ仏さんだな。これはひどいな。ガイシャの身元は？現在特定中ですが、おそらく年齢は20代前半。で、死亡推定時刻はあったのか？昨晩の23時頃かと思います。23時頃か。おい。おい、鶴川。新人。はい。ダメですよ、池上さん。土足で現場入っちゃ。吐くんなら裏で吐いてこいよ。すいません。これだから新人はよ。四つの点。困りますな、池上警部補。この事件は私たち捜査一課が一任されているの。これはこれは捜査一課の熱海さんじゃないですか。お忙しいところわざわざ現場まで。あんたたちみたいなキャリアじゃこういう悲惨な現場は苦手だと思ったんでね。じゃあとは頼みますよ。おい鶴川、行くぞ。野蛮な男ね。はい、待ってくださいよ。あんな遺体見た後によく飯なんて食えますね。あ、そのうち慣れるよ。これいらねえならもらうぞ。ああどうぞ。そんなもんですかね。食わねえがくたばるぞ。おばちゃん、肉豆腐追加で。また肉？続いてのニュースです。アメリカのエンドリバー刑務所で大規模な爆破事件が起きた模様。なおその際に複数名の囚人が脱走したとのこと。現在警察はその対応に追われているとのことです。なんだかハリウッド映画みたいですね。ハリウッド爆発。それだ、止めてくれ。わ、ちょっと池さん、お会計僕ですか。あ、おばちゃん、じゃあこの一番で。